今月5日、牧之原市の川崎幼稚園で送迎バスに3歳の女の子がおよそ5時間にわたり置き去りにされ死亡しました。事件2日後に開かれた保護者説明会は、保護者と職員合わせて13人が呼吸困難などで搬送されたため中断しましたが、園の運営法人の代理人弁護士によると23日に再開するということです。また当時理事長兼園長だった増田達義氏の後任について、理事長に増田太郎氏が選任されたと発表しています。新園長は理事長の兼務ではなく別の人が就任し、23日の説明会で発表するとしています。